Hello everyone! It's Kinako! Kina Papa です。はい、今日はですね、メトロタウンね、行ってきてほしいっていうリクエストがもうなんか 5件ぐらい来たので、今日はメトロタウンを、歩き回ろうと思います。あのね、メトロタウンは今調べたところ、BC 州で一番大きいモールで、カナダで3番目に大きいモールらしいです。じゃあ、歩き回す。歩き回りに行こうと思います。Here is ですね。これあれ、スキンケア。私使ってるんだけど、あの、ありますよ、洗面所に。キールズのブランドのやつ。あ、そうね、2種類使ってる。これ、パーリーズはカナダのブランドのチョコレート屋さん。美味しそう、チョコレート。あ、今、バレンタインだから。あれか。カナダはね、男の人が渡しますから。キナパパ、誰かで渡すんでしょうか。ハートのセクションを見ていますが、はい、まあ、こうやってキオスクみたいにね、いろいろ売ってるのもあるし、スーパーストアから行かないと分かんない。そうね、スーパーストアが見えてきました。カナダの巨大スーパー、スーパーストア、リアルカナディアン。スーパーストアです。これだけすごい。1から18枚。ね、なんか18個もあるよ、レジ。もちろん、セルフチェックアウト。ね。さすがです。僕はだって、あの、ショッピングセンターの中にあるやつだから、うん、郊外にあるやつは。もっと大きいやね、ってことだよね。中国系がやってるパン、中国系がやってるパン屋さんはね、日本のパンの味とちょっと似てたりするから。最近ね、前は違ったけど。あ、そうなの。だんだん良くなって。あ、ここ寄りたいんです。アボリジナルビューティーカンパニーですし、私のいつものスキンケアがここで売ってあります。よし、買いました。バッグが変わってて可愛い。はい、ではまた歩き続けますかね。こっち行くとユニクロあるからね。こっちもスポーツチェックとか。電車の駅でしょ。駅からしたらこう、こう入ってくるでしょ。そうね。あ、みんな、また見て、エスカレーターが。止まっちゃった。止まっちゃって。はい。カナダあるある。カナダあるあるよ、エスカレーター止まってんの。ここファーですね、すぐ裏だった。何してんの、何してたんだ。メトロタウン何回来たと思えられる。そう、メトロタウンはね、広いからね。そして平日なのに結構人いるね。あオッケー屋さん、チルドレンの、あ、ティーンより、あの、小学校ぐらいまでの服じゃない、ここ。あ、そうだった。うん、なんか多分これほら最近買ったの、マイケル・コース、アークテレックスありますね。そしてブラウンズっていうシューズ、あといろんなメーカーの靴が売っている靴屋さんです。これはバナナリパブリックですね。エクストラ 60% オフだったよ。あちらです。あ、私が小学校の時もう狂ったように行ってたところだ。このもしかしたらバンクーバーで子供がいる方は知っているかもしれない、ベルダーベアワークショップ。サンシャイン60かなんかあったんじゃなかった？あ、そうだそうだ、そう、サンシャインにもあるんだ。そこでね、買った。ほら、そうやって、いろんなね、このベアたちを買って、で、あの、あれよね、なんか、綿をさ、入れてくれるのよね、ここで。そうそう、綿入れて。それと一緒に、心臓入れる。そう、心臓、ハート型のなんか、心臓を入れるんだけど、そこにあなたの愛を込めてとか言う。怖いんだよ、それ。綿を入れるマシン、あんなちっちゃかったんだ。すごい大きく見えたのに、全然ちっちゃいね。それでね、洋服とかね、クローゼットとかも売っててね。一時期ほんとハマってたわ。あ、で、こっちはユニクロですね。そう、ここに来るとね、一気に、日本風です。あんまり見た目は変わらない。ほら。並んでる。体温チェックして。
ほら、これがさ、標識がさ、英語に変わっただけでさ、日本とあんま変わんないのよね。ほら。それはそうです。でも、なんか、カナダの値段でもかなり安いのにさ、輸入品でこんな安いって思うと、日本では本当安いんだなと思うから、買うのがなんかバカバカしくなっちゃうよね。こちら、ビクトリアシークレットは、下着屋さん。あちらの奥は、ウォールマート。また、スーパーね、ウォールマート。ここでウォールマートに行くことはないね。そうね、ここのはあんま行かないね。ここなの。チェンジ。あの、反応したお店が、下着屋さんでした。チェンジ。チェンジ。初めて。なんかこの1912ってところは日本の文房具屋さんみたいね。文房具屋さんじゃない。でも日本語、日本のっぽいね。こうちっちゃくて、いろんな種類のペンがあって、あ、なんか日本人っぽい人がやってる。バンズは。あれ、ね、この間バンズ見たの？バンズ見た。見る？また帽子を迷ってらっしゃるんですよね、買うの。あ、この間そうだ。いいと思ったら子供用だった。帽子ね、バンズの。欲しいが、日本とどれぐらいなんだろうね。なこれかわいい、この色。おセールになってる、1995。これが今きなパパが買うか迷ってるやつだ。でも子供用よね。ボーイズだ。じゃあ結局帽子は買わずですね。あ、無印良品。無印良品好きです。日本でね、無印良品にはいつもね、1時間以上いちゃうね。買うものの大量買いいつもする。ここも、すべての、ロジャース、ベル、ファイル、バージン、チャター、ラッキーモバイル、すべての携帯会社が集まっているキオスクですね。ね。あ、これディズニーストアね。ディズニーストアはね、日本はね、なんかちょっと大人向けゾーンみたいなのもあるけどさ。こっちは全部子供向け。そして向こうにはアンクルテツっていう、今は並んでないけど、コロナ前はもう見て、ここも全部並んでたぐらい行列していたチーズケーキ屋さんです。じゃあ今2階に上がってるとこなんですけど、フードコートゾーンですね。あとハッソンベイにもつながってるから、まあそっちの方に行ってもいいんですけど、一瞬見てみる、ハッソンベイ。あ、ジャパンシアツクリニックって、これが結構有名っていうか、JP カナダで募集してたね、マッサージ。Students now receive 15% off だって。T シャツ2個で22ドル。リーバイスいくらで売ってるのかな？リーバイス。リバイスのジーンズは結構いいですよ。お尻がプリって映るジーンズを選んでます、好きなパパ。リバイス。ではメトロタウンの方に戻って、今フードコートの中にいます。ナンドスピリプリ、ここよく配達でピックアップ来るね。すごい並んでるわ。もちろんサブウェイ、KFC、A&W、ティム・ホートンは必ずと言っていいほどカナダのフードコートにはあるんじゃないですか。あれほら、今はもう江戸っていうのがないのかね。あ、あれじゃない、あ、コヤジャパン、オッパっていうグリーク屋さんはなんか最近いろんなところで見る。あれはもう昔からある店で、あのでもフードコートにあるやつよね。あ、お店見たことない。そしてスターバックスが目の前にあるわけですね。あの DQ もあるね、デイリークイーン。まあそこはアイスクリームが美味しいね、はい、っていう感じで、まあ、いろんな料理屋さんがありますね。いろんな国のものもあるね。フードコートを出るとまたお店が並ぶところにやってきます。高所恐怖症の父は。
で、カメラに見るとそんなないね、迫力は。こんな感じ。ジャッキーチェンだったらあそこが飛び降りてそうね。ビューティーボティック、ショッパーズ、ウォールマート。まあ全部ここにあるけどね。そうね。さんもある。大体ここに来ればさ、なんか欲しいなと思ったら、まあ、揃ってるよね。安いものから高いものまで選べます。これ何？エスプレッソのなんか感じが。あ、やっぱり ネスプレッソのお店でした。ケイトスペイドもあるね。年齢とともに行く店が変わるから表情が変わって。お、アップルはやっぱり並んでるね。向こう側はアップルです。こっちまで並んでる。うん、すごい、ここまで並んでる。全員アップルで並んでます。そしてこれアリッチやね。若者がもう大好きなお店だけど高。セフォーラもありますよ、化粧のね。あ、こっち側歩かなきゃいけないのか。逆走してたわ。これウィナーズホームセンスってもう安いお店よね。ウィナーズ新品なんだけど売れてなかったやつみたいな。そのか、売れ残りを売ってる感じじゃない。休めたみたいな。掘り出し物がたまにあるの。そう、たまにね、いいやつ売ってる。アディダスかなんか普通のやつがえらい安くて買ったことある。あ、これ大桃ってね、ダイソー。ダイソーではないんだけど、日本のものが売ってるダイソーみたいな。2ドルぐらいの大体。まあ日本のダイソーに売ってるものがね、売られてるって感じです。大体2ドルぐらい。うちの食器はだいたいここです。はい、じゃあダイソーを出てまたショッピング街の方へ戻りましたね。ダイソー、あー、大桃。ここチャンプスさ、この前あのすごい並んでたんだけどね。なんかすごいセールしてたのかな。白と黒しかないね。赤があったら面白いね。あ、バースボディーワークスに行きたいんです。向こうにある。ここ日本にあるのかな、このお店。なんかハンドクリームとかキャンドルとか売ってるお店なんですよ。お、かわいい、かわいい、かわいい、パッケージが。はい、じゃあ買いました。その割に男女平等とかって言われたくない。あ、荷物持ちがなんでいつも男なのかっていうのに文句を言っています。またお父さんがあの店何って言ったら、ラセンザっていう下着屋さんのあれでした。子供の髪の毛が。じゃあこれで全部回ったね、大体。そうだ、ゴディバあのいなくなるからさ、 50% オフになってる全部。え、はい、入ろう。だけどなんかもう人気のやつ売ってたから。でもオンラインはあるでしょ。はい、わー、もうゴディバのチョコそんなになんか好き大好きってほどじゃないけど。ゴダイバ、じゃゴダイバって言うんです、発音は。ゴダイバじゃない。でもこれ 40% になって、10ドルが6ドル57か。ではもう一回下に行って、まあこの地下はねあんまり大したことなくて、まあユニクロの地下バージョンがあったり、ここは比較的静かゾーンなんですけど、この T&T っていう、そう、中国系のスーパーとそのトイザーラスがあるわけですね。ティップトップ、TikTok? ティップトップみたいな。あ、昔からあるね、スーツ屋さん。あ、そうなんだ。お父ちゃん作ったことある。あ、ここのワッフルも美味しいよね。なんかお母さんがまだバンクーバーにいた時こういうところで買ってました。東京のビューティーって書いてある。日本のものが売ってるんですね。
時計屋さん。ん？あ、メイソー。メイソーって日本語で書いてあるのに英語ではミニソーって書いてあるからちょっと疑ってしまう。本当に日本のやつなのかっていうね。ここが中国系スーパーマーケット T&T です。で、混んでるね。中国正月今週だ。洋服がほら、本当お正月の洋服になってる。はい、それではね、とりあえず大体見せたかな。大体多分メトロタウンの中を紹介できたんじゃないかなと思います。とにかく広いからね、ちょっと見せてたところとかあったら本当ごめんなさい。だけどまあこんな感じで良かったかは分かりませんが、メトロタウンこんな感じでございます。ぜひバーナビの中にあるんですけど、ダウンタウンからね車で30分40分電車で50分ぐらいかな。まあダウンタウンのどこら辺かにもよる。電車だけだと20分。そう、電車だけだとそうね。まあっていう感じで、こんな感じでカナダの Vlog とかカナダの生活情報などを配信しております。チャンネル登録まだの方よろしくお願いします。そして 高評価のボタンも忘れずにお願いします。じゃあリクエストありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。